念入りなファンサービスをしなくちゃな。ということで、フォーさんが実装になりましたんで、ファンサービスをね、していきましょう。ギミックパペットデッキですよ。さあ、僕のファンなんですよね、皆さんね。しっかりとファンサービスをしていきますよ。今日はね、あのギミックパペットっていうデッキをね、使っていくんですけれども、どういうデッキかっていうと、機械族、闇属性の、あのテーマでございまして、で、レベル8が主体ですね。で、あのエクシズデッキなので、ゼアル次元なんで、あのランク8。ランク8のモンスターをこう並べて戦っていくっていう、まあ、そんな感じのデッキになってます。で、あのレベル4もね混じってまして、レベル4とレベル8でランク4とランク8を使いこなしながら戦っていくっていう、そんな感じになってまして、で、あのまたキャラクター評価の方でね、あのスキルの詳細は多分あのやると思うんですけど、デッキとしてはあの今回は純正ギミックパペットデッキを使いますけれども、このスキルですね、このサクリファイスパペットっていうこのスキルが、あー、まあ、書いてることかなり強いんですよ。手札デッキからレベル8のギミックパペットモンスターを墓地の奥に、デッキ外から、このデストロイをフィールドに出すと。で、このデストロイはどういう効果を持ってるかっていうと、こいつがフィールド上に表側表示で存在する、場合、フィールドのギミックパペットモンスターを一体対象にして、そのモンスターを破壊すると、まあ、自分を破壊したりね、あの他のモンスターを破壊したりすることもできると。で、このカードがフィールドから墓地を送られたら、手札からギミックパペットモンスターを2体まで特殊召喚できるよっていう効果を持ってるんで、まあ、あのこいつをね爆破して、手札から2体ポンポンって展開していったりすることができるんですけれども、これ何が強いかっていうと、このスキル、手札またはデッキからレベル8のギミックパペットモンスターを1体墓地に送る、まあ、つまり愚かな埋葬ですね。愚かな埋葬をし、そしてデッキ外からギミックパペット、デストロイを出せる。つまりですね、手札使わないんですよ、スキル発動、まあ、モンスターを出すときに墓地肥やしてからデッキ外からモンスター出してくるんですけども、手札は何も使ってないんで、単純にカードが1枚増えてるんですね。で、しかも墓地にカードがいってますから、まあ、1枚っていうか、まあ、1.5 枚みたいな感じなんですけど、これがめちゃくちゃ強いです。何もしなくてもカードが1枚増えるっていうスキルなんで。で、このスキルは、制約がありまして、このスキルはデッキエクストラデッキのモンスターが全部ギミックパペットモンスターで、さらに闇属性のナンバーズモンスターのみのデッキを設定してデュエルを開始した場合に適用される。つまりですね、まあ、例えば、まあ、結構相性がいいのはね、あのギミックパペットって闇属性機械族なんで、デスペラードリボルバードラゴンとか、まあ、マシンナーズフォートレスとかいろいろあるんですけども、まあ、そういうカードを入れることができないと、このスキルを使うと。ただしこのスキルを使うとめちゃくちゃ安定的に展開ができるんですよ。このデストロイをね、自分で爆破すれば、ギミックパペットを展開できますから。で、ギミックパペットモンスターの効果を説明していくんですが、まずね、あの重要なモンスターですね、ギミックパペットビスクドールっていうモンスター、これ手札からギミックパペットを捨てて特殊召喚できるっていう効果が丸1番ついてるんですけども、2番がめっちゃ強いです。2番がめっちゃ強い。墓地のこのカードも除外し、このターン自分のフィールドのギミックパペットモンスターは相手の効果の対象にならないという、まあ、要するに対処耐性を与えるっていうことは、これをスキルで墓地にポッて送れば、あのビスクドール除外して、もうそのターンね、もう一切ギミックパペットモンスターは効果の対象になりません。月の書とか打たれませんし、まあ、狡猾も打たれないっていうこともありますんで、まあ、安全に展開していけると。だからね、高校だとこいつをデッキからポンって墓地に送って、対処耐性を与えてから動くことが多いですね。そうするとかなりのワンキルが取れます。で、もう一体、ネクロドール、こいつも、まあ、重要なモンスターで、こいつはエクシーズ召喚の素材とする場合、ギミックパペットモンスターのエクシーズ召喚にしか使用できないんですけど、まあ、要するに、まあ、ヘブンズストリングスとかね、あのジャイアントキラーしか出せないんですけど、特殊召喚できます、墓地から。墓地のギミックパペットを除外すると特殊召喚できる。で、あのさっきのスキルでね、サクリファイスパペットの効果で、このデストロイが、あの破壊されて墓地に行くんで、基本的には。だからスキルでネクロドールを送っておけば、ネクロドールを墓地から特殊召喚するコストが、揃ってるんで、すぐに特殊召喚することができるっていう感じですね。で、この手札に引いてもそんなに強くないですし、まあ、そもそもギミックパペットにしか使えないっていう制約もあるんで、あの先行弱いんですよ、こいつ。なんで、2枚ぐらいでいいかなと思って2枚にしてます。で、あの代わりにこれをね、マグネドール入れてまして、これはギミックパペットモンスターのみで、相手フィード上にモンスターがいれば特殊召喚できるよっていう効果なんですけど、これなんで入ってるかっていうと、まあ、これあの4枚目のビスクドールみたいな感じ のレベル8みたいなイメージなんですけど、あのね、ギミックパペットモンスターって高校用のモンスターなんですよ、基本的に効果が。あのヘブンズストリングスもそうですし、ジャイアントキラーもそうなんですけど、先行で出すモンスターではないんですね。
だから先行で出す場合って、例えばあの新しいあのパックで登場したこのフランケンとかを出していくことになるんですけど、フランケンとかは闇属性レベル 8×2 なんですけど、これ要はあのネクロドールとかは使えないんですよ。あのギミックパペットにしかあの素材にできないんで。だからあのこいつとかを出したい場合はちょっとビスクドールとかあのマグネドールとかを使わないといけないんで、なんで、まあ、4枚目のビスクドールみたいな感覚で入れてます。はい。で、ギアチェンジャーはこいつね、デッキから特殊召喚できないんですけども、一旦に一度このカード以外の自分のフィールド上のギミックパペットをのレベルをコピーできると、まあ、要は4にも8にもなれるっていう橋渡しですね。ギミックパペットって4と8を使いこなすデッキなんですけど、これレベルが結構ね合わないことが多いんですよ。なんで、まあ、ギアチェンジャーでその辺の橋渡しをしてあげるっていう感じですね。で、ハンプティダンプティ、これは、召喚に特殊召喚に成功すると手札からギミックパペットを特殊召喚できるよっていう展開札なんで、まあ、これを使って例えばあのギアチェンジャーをね特殊召喚して、まあ、4-4 にしたりとか、あとあのハンプティでハンプティ出して 4-4 にしたりとかっていう感じで使っていきます。で、テラベビー、これがねめちゃくちゃ強くて、墓地からギミックパペットを特殊召喚できるんですよ。なんでもね召喚に成功した時、だからこのデッキね召喚権を使わずにサクリスファイスパペットで展開していけるんで、召喚権結構余りがちになるんで、まあこれでね2体目のあのギミックパペットとかを特殊召喚できるように、まああのガン詰めしていると。で、墓地から蘇生する対象はあのギアチェンジャーとか、まあハンプティダンプティとか、まあこの辺のモンスターが多いですかね。で、妨害札は結構こんな感じになってるんですけど、まあ、まずね月の書が一番きついですね。まあ、スキルで発動するこのギミックパペット、あ、じゃあサクリファイスパペットっていう効果で、これ、まあ、要はデストロイを、特殊召喚できるんだけれども、このデストロイを裏側にされてしまうとあの特殊召喚できないですし、まあ、そもそもねこのビスクドールを、除外した効果に遅延してねあの裏側にされたりとかはあるんで、まあ、そういうのを、まあ、妨害できるようにサイクロン、まあ、清掃とかでもいいかもしれません、ここは。で、あとネクロバレとかはねきついんでサイクロンとか入れてます。で、月の書、これはまあ普通に先行でこのデッキマジでやることがありません。先行やることなすすぎ問題が発生してるんですよ。なんで、これを入ってますと。で、コンセントレートはなんで入ってるかっていうと、これワンキル取るデッキなんですけど、このデッキあのねかなり難しいんですよ。あの1体でワンキル取るの打点的に。なんで、例えばジャイアントキラーだったら1500と2500足して4000ですし、あとあのヘブンズストリングスだったら3000と2000足して5000でワンキルですしみたいな感じなんで、まあ、割と相性がいいんで、これはあの入れてます、ワンキル取るために高校で。で、肝心な効果、ヘブンズストリングスはほぼ使わないんで効果、まあ、あの3000、2000の打点モンスターだと思ってもらえばいいんですけど、ジャイアントキラーはねあの有名で、自分のメインフェーズに相手のフィールド上の特殊召喚されたモンスターを破壊できる、一旦に2度まで使用できるっていう効果なんで、これを使って相手のモンスターを除去しながらコンセントでワンキル取るっていうのが、まあ、あの理想ですね。で、こいつギガンテスドールがめっちゃ強くて、これねあのギミックパペットを ×2 で作れるんですよ、レベル4の、こいつはエクシーズ素材を2つ使うと相手フィールドのモンスターを2体パクれますと、エンドフェーズまで。で、この子が発動すると自分はギミックパペットモンスターしか特殊化できないし、エクシーズモンスターでしか攻撃宣言できないよっていう制約がつきます。ただしこれをこのカードをリリースすると、さらに自分のフィールド上の全てのモンスターがレベル8になるんで、相手のモンスターを2体パクってから、パクったモンスターを全部レベル8にしてからエクシーズできるんですよ。だからここでねジャイアントキラー使ったりとか、あヘブンズストリングス作ったりとかすることができると。で、ここで問題になってくるのが打点が足りないっていうこと。まあ、3000とか相手のモンスターパクって3000とか1500にはなるけど、結局その打点でワンキルできないから、コンセントレートをして、まあ、ぶっこんでワンキル取っていくっていう、そういう感じのデッキになってます。かなりですね動き方はちょっと特殊なので、まあ、デュエルをご覧いただきながらちょっと習っていただければと思うんで、早速やっていきましょう。説明長、デュエルスタンバイ、ごめんね喋りすぎて。さあ見せて、俺様のファンサービスを見せてやろう。誰だお前は、知らない顔だな。俺様のファンサービスを受けに来たのか。知らない顔だが、まあとりあえずいいだろう。お前には俺様のファンサービスを見せてやろう。シンクロフライトコントロール、なんだそのシンクロという召喚方法、知らないな。テックジーナス、カタパルトドラゴン。カタパルトドラゴン、なんか強そうなモンスターじゃないか。テックジーナスチューナー一体を、シンクロすることしか脳がねえ、脳筋がやろうが、俺様がお前にファンサービスで分からせてやる。リミッター解放、やべ、スターガーディアン、知らねえモンスターだな。シンクロ素材、強そうだな。ジェットファルコン、やばい、うんこ投げつけられるパターンだぜ。ジェットファルコンのさ、このちょっとしたダメージでこのうんこ投げつけられる感あるのちょっとうざいよ。250ってダメージ、ね、うざいよね、これ。だってちょっと痛いっていう。カタパルトドラゴン来た、やばい、これストライカーいいのか。なるほど、なるほど、
強そうじゃないか。お前その盤面強すぎるだろっていうか、ブラックローズグリオンガンドの構えじゃねえか。どうしてなんで俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ。使うけど、とりあえず対象体制は与えないと絶対に無理なんで、まあ、とりあえずこうします。でこうします。で分かり手だとここで墓地に存在する、これ除外してくるみたいなパターンあるんですけど、さすがにそれはやんない。なるほどね、オーケー。貴様の効果の対象にならない。これで、一応グリオンガンドは大丈夫です。あのブラックローズドラゴンだけは効くんで、ブラックローズだけされてもいいようにすればいいんでしょ。デストロイで、これギミックパペットデストロイで、これめちゃくちゃむずいな。パペット一体を破壊する。4とギアチェン、ハンプティギアチェン、ネクロドール、でブラックローズされても大丈夫のように、ですね、デストロイがフィールドから墓地へ送られた時、手札からギミックパペットコンセントあるから特殊召喚する。8にすればいいんだよな。8にすればいい、8にすれば、8ギアチェンジャー特殊召喚すればいいのか。グリオンガンドは別に出てきてくれればいいから、ですね、ハンプティダンプティ、これクソむずいぞ。ハンプティダンプティ、ちょっと待って、ね、ダンプティ特殊、特殊、ギアチェンジャー特殊で、ネクロ特殊、ハンプティダンプティ、ギガンテスト、レベル4にしてギガンテスドールかで、ギガンテスドールにして、でパクローって行ってきてグリオンガンドになるのは別にブラックローズでも大丈夫、蘇生できるから多分なんとかなる、あ、うん、そうね、ネクロバ、ね、ネクロドールは蘇生できるから多分なんとかなる。でギミックパペットハンプティダンプティ効果で、ギアチェンジャーでしょ、でレベル4にして、で4と4でギガンテスドール、ギミックパペットギアチェンジャー8にして、もう結局ブラックローズ組むかもしれないから、ギアチェンジャー効果、ここ実はめちゃくちゃ難しくて、相手のフィールド上にスターガーディアンがいるんで、相手ターン中にねブラックローズドラゴンもしくはグリオンガンドどっちかが飛ばせるんですよ。なのでこちらの展開としてはスターガーディアンをなんとかね効果使わせながら着地したモンスターをさらにまた処理しなければならないっていう、そういう、まあ、問題をクリアしなきゃいけないんですよね。皆さんならこれどう動きますか。これ実はね結論から言うと正解 の動きがあって、これ今ビスクドールの効果で墓地から除外しているんで、フィールド上のギミックパペットは対象にならないんですけど、墓地のギミックパペットは対象になっちゃうんですよ。だからどっかで出てくるグリオンガンドで墓地からリソースを除外されちゃうと動けなくなっちゃうかもしれないんで、まずギアチェンジャー、左側のねギアチェンジャーと右側の、ビスクドールで、8エクシーズしてジャイアントキラー出すと。でジャイアントキラーで、ギアチェンジャーを、除外して、で、スターガーディアン対象を取ります。でスターガーディアン破壊しますって言うと、スターガーディアンがなんか変身して、まあ、ブラックローズになるんだったらその後にね、テラベビーから、テラベビーとネクロドールとギアチェンジャーで、もう一回エクシーズできるんで、でコンセントあるんで勝ちなんですけど、これが、グリオンガンドだった場合、ジャイアントキラーを出してグリオンガンドだった場合、グリオンガンドだと、破壊しちゃうと今度は除外ゾーンからまたモンスター戻ってきちゃうんで、グリオンガンドだった場合は場に残ってるハンプティダンプティとテラーベビーっていうのもね、それを、ランク4でデッドリーシーンにして、でデッドリーシーンでグリオンガンドを除外して、でジャイアントキラーでコンセント使ってワンキルっていうのがね一応ね正解ルートっぽかったです。いろいろ考察したんですけど、この盤面めっちゃ難しくて、もう一回出てきても多分ねこれね100秒とか考えないとね答え出ないかもしれなかったね。ギアアップだ、先パクりましょうって言ったら絶対どっちかにはなるもんね。グリオンガンドかブラックローズかどっちかにはなる絶対に。でギガンテスドールにしてく、でこれで、グリオンガンドが来るんだったら、ギミックパペット、あーでもグリオンガンド来たらあれか、あこれミスったか、これミスった、これミスったな。見せてやろう限界を、スターガーディアンやべえ、これあれか、先ジャイアントキラーで1体ずつ破壊しますよの方から先やんないといけなかったか。ジャイアントキラー先出しで後からあれかギミックパペットギガンテスドールの方がよかった、多分。でもミスったな、これ変身してくれてよかったな、モンスター効果完全にミスったぞ。ミスってもねえわ、ミスってもねえわ、ミスってもねえわ、大丈夫だった今ので。召喚権残ってるから、これあれだわ、
あの全部レベル80でもいいんだ。こうしてで、こうするで、これパクる。いやこれ超難しい。いやよくこれ、俺よくこれここまで楽しいと思うよ。レベル8にするじゃん。で2体でヘブンズストリングス出すじゃん。はいはい。いやーなんかこれさ、ちょっと後で見直さないといけないわ。これめちゃくちゃ難かったぞ。ヘブンズストリングス、さあファンサービスのお時間だ。いくぜ、ダメージステップコンセントサービス、ふん、はい。まだまだでしたね。私に勝つのは素晴らしかった。だがしかし、まるで全然この俺を倒すには程遠いんだよね。さあお相手の方、ブルーアイスさんですね。早速始めましょうか、僕のファンサービスをね。さあ、調和の法則来た、ブルーアイズは別にあのそんなに怖くないです。打点はそんなに怖くない。特殊召喚されたモンスターを破壊できる攻撃は乙女うざ。おー乙女うぜえな。気持ち悪い。なんでなんで俺に気持ちよくデュエルさせれんだ。乙女気持ち悪い。乙女めんどくさいな。なるほど、ハンプティダンプティとネクロか。ゲロムズ、ゲロムズいですね。ゲロムズいな。まあとりあえずスキルは、マジだ、スキルは発動するでしょう。スターはファンに全てを、対象体制取られながらの展開をしないといけないんで、とりあえずこうするてかね、月の章あるとねきついんでね、ここね、あのあれかもしれないですね、因果生産とかかもしれないから、これあれだな、先一応サイクロン1枚打った方がいいかもしれないわ。ちょっともう遅いからやるけど、ディスクドール効果でこれで対象にはなりません。ああいけるわ、いけるんだ、なるほど。自分フィールドのギミックパペットはハンプティ召喚するんじゃん。で召喚成功実効果発動でしょ。ダンプティの効果で、ネクロドール特殊召喚に成功した。これで1.8 いるから、これでレベル4作って、で対象に取る乙女で、乙女で聖眼出てくるで、乙女と、ネクロドールで88だね。モンスターをエクシー、これすげえむずいのよ。これで実はギガンテスドール特殊でしょ。でギガンテスドール効果発動するんですよ。でこのモンスターはエクシーズ素材を2つ取り除くと、相手のフィールド上のモンスターを2体までね、あのパクることができるスキル効果なんですけど、ギガンテスドールの効果、これは2体までなんで、まあ、とりあえずこっちへパクりますというフィールドがないから。で乙女の効果で、まあ、ブルーアイズかなんか特殊召喚されると全然いいと。それに関しては、まあ、これでレイリューがきついか、一番レイリューで手札聖眼が一番きついか。それはねガチで面倒や。聖眼か、オッケー。あ、聖眼しか出せないのか。そうか、乙女は。で、ギガンテスドール効果。で、このリリースするんですよ。そうすると、レベルが8になるんですよ。これで、レベル8のモンスターみたいで。ナンバーズ15。見せてやるぜ。最高のファンサービスってやつをな。運命の糸を操る地獄からの使者。ギミックパペット、ジャイアントキラー、召喚ムービーをどうぞ。これが最高のファンサービスモンスターよ。ちなみにこのモンスターは特殊召喚に成功しているモンスターを破壊することができる。ちなみにこの効果は1ターンに2回まで発動することができる。いいかげんネクロドール墓地の国、お前のブルーアイズホワイトドラゴンを破壊させてもらう。この効果は1ターンにもう一度使うことができる。いいデュエルでしたよ、カイバ君とやら。でもね、僕に勝つのはね、ほど遠いんだよね。サレンダーは認めない。さあ、立て！ダメージステップ、M 字開脚のダイレクトアタック、インディンだよ。インディンオブジョイトイ。対戦、ありがとうございました。インディンオブジョイトイとかもう、わからんよね、今の若い子は。君も俺のファンになったかな？なってるわけねえだろ。さあお相手の方、俺のターン。
ヨハン君はデッキなんだろう。これデッキめちゃくちゃ弱いな。そしてこういうことなんですよね。全てを捧げる。こういうことは割とあります。これもしゃあない。これこれさ、ワンチャンこれこのままエンドの方が強かったりすんのかな。ギミックパペットこれデストロイってこれ、あーでもこれあれかもしれないね。もしかしたらエクシーズしないで返すの結構正解かもしれない。この環境だったら一応破壊したらね、あの手札から破壊されたらね、墓地送られたらフィールドから墓地送られたらあの手札からギミックパペット特殊ができるよっていうことを持ってるんで、これねワンチャンね、これねエクシーズしないっていうのが選択肢のかもしれない。もしかしたら、まあかっこいいから出すけど俺は。ヘブンズストリングス、これ先行で出すモンスターじゃねえんだよな。まあ、先行でも後攻でもそんなに強くなんだけど、このモンスターはただ単純に3000打点っていうだけだから。ほとんどギミックパペットジャイアントキラーは先行で出すモンスターじゃないし、ヘブンズストリングスはまあ打点は3000あるけど別に耐性があるわけじゃないから。いや本当にね、ネクロドール、なるほど、ソリッドマン、ネクロドールがギミックパペットのエクシーズにしか使えませんので、ここが一番残念ですね。先行で強いギミックパペットモンスターっていないんで。さあこれは厳しいですよ。まあランクアップマジックとかそっち系のねカードがあればまた別なんですけども。さあヒロイクチャレンジャーエクスカリバー4000、やべ、超えられたわ。簡単に、もういとも簡単に3000超えてくるんだもんこの環境。いやーこれどう考えてもこれあれだったな、デストロイ守備置きエンドでよかったら置物エンドがよかったわ多分。ヒロイクチャンス、なんてこれ、自分のフィールド上のヒロイクと合わせたモンスター1体を選択して攻撃力が倍になる。やばいやばい、それはちょっと待ってそれはやばい。おい脳筋、殴るしか脳がねえ脳筋野郎か、このバカが。俺の、あー俺のファーストサービスかどうして俺に気持ちよくデュエルさせねえんだ